はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。今日もやっていきましょう。ペーパーマリオカナスプラッシュパポーシンデン、ごめん、パポーテイエン。変な喋り方するから、そういうカミカミになっちゃうわけですよね。申し訳ね。パポーや。マリオ様、お話を伺っておりました。このパープル庭園はホテルオーシャンブルードで管理されており、奥へございます噴水広場から清らかな水が流れてくる大変美しい庭園になっております。この度当ホテル所有のティーポットを探しにこちらへ来られたとか。そうです、そうです。どこにあるんですか？すいません、私はこちらで、入園されるお客様にご案内する係でして、しばらく庭園の中には立ち入っておりませんので、落とし物とか届いてもらえません。そういうのちゃんと担当者につなげっつうの、マジで。担当者につなげっていうのを、そういうのダメで、ちゃんとやんないと。てか、これさ、やばくない？全部塗るの。あ、でもさすがにそんなことはなさそう？さすがにそんなことない。いくらなんでも。で、まあ、いや、ちょ、とりあえず進んでいくけど、これ全部、あ、いや、あ、ある程度の範囲塗ったらどうにかなってくれるパターン。あと、ここがさ、ここがなんか濡れてねえんだけど、これ。すげえひで、あ、やっと濡れた。そういうことなのか。どこ塗ればいいんだろう。ここら辺とか。あ、でもなんか、ここら辺は変わんないね。あれ、さっき右側反応したのに左側反応しないね。わー、わからんぞ、これは。どこ叩いたらいいのか。またあとなんか、どうにかなってくれるでしょう、きっと。で、噴水周りは、何にもなってなくて、反応も何もなくて、とりあえず叩いても何にもならない。うん、なるほど。とりあえずはこのまま先に進んでいく感じでいいのかな。右側のね、これだけ傾いてるのがすごい気になってた。あ、普通にダンジョンなの。あ、ムーチョがいる。あ、普通にダンジョンなの。なるほど。さすがに兵庫倒せる。今ね、いい加減さすがに兵庫倒せますよね。おー。手前行こうか。ほい。あ、ぶちゃぶちゃ。あ、毒毒沼。絞る。なんだこれは。ちょ、これ何？あ、乗れない。わかんねえから、いい後でで。とりあえず、いっ微妙に距離足りねえんだよなぁ。この辺とか叩いてても何もならない？じゃ、先進むよ。さて。あ、なんかいる。どうした？これが清らかな水が流れて大変美しいパプル庭園？あ、パプール庭園か。あ、ごめん、パプール庭園で今気づいたわ。毒々しいよな。確かにそうなんだよな。雰囲気がまるで違うんだよ。なんなんだよ。ピコピコハンマー2。そんなに使わないかな。あんま自信ねえな。よいしょ。アイアンジャンプ2。すげえ、ありがてえ。手のひらくるくる。ここ。いやー、今の気づいたねー。これ気づいたねー。しっかり見てたけど、逆にそこにそういう穴が開いてるっていうのを見ちゃうと、結構叩かなきゃいけない範囲が広がってくんじゃないかってすごいね、今。なんか嫌な予感がしてますけど。これ多いよ！細いの多いよ、ここ。うわ、ここの 100% 超大変そう。まあでもとりあえずはいけるかな。大丈夫そうかな。カードめっちゃ出てくるね。いいね。で、こっち側進んでいって、なんもないの。なんもないね。あー、裏道を通って向こう側まで行けるみたいな、そんな感じらしいので、じゃ、とりあえずちょっと順路通りに行きましょうか。ちょっと右へ。最初は右へ。あ？調べる。命の水。疲れば命の水が湧く。嘘だー！本当に色々毒々しいよ。そんな回復するわけないじゃん。せーの。ですよね。知ってた。知ってた。この隙間は？この隙間入れないの？なんかすげえ入れそうなんだけど。あれだね。だ、ちょっと迂回してきたから、普通にまっすぐ進んできたら、なんか別ルートに。お。あ、なんか楽しそう。桃太郎ごっこかな。あ、待ってー。俺置いてかないでよーみたいな。
かわいそう。あ、てか、月荘いるじゃん。初月荘じゃん。初月荘いるんですけど。とりあえずコインだけ取って、コインだけ取って、ここは塗るんじゃない？さすがに。あ、違う。あー、まあ、右行けちゃう。ちょ、一応兵法の話とか聞きたいんですけど。え、広くない？あ。マリオさん、庭園の水が、毒に侵されているやつを聞いて調査してきたんですが、この辺りあるはずの噴水広場で見つからないんです。その中、そこの特設ステージで何やら蝶が始まるとか。は？ああ、そこにさっきの兵法たちがいる。この非常事態にステージショーなんか不謹慎だと思いますが、私には調査という大事な任務がありますので、これしっかり。そうだな、任務しないとな。俺も任務するわ。始まんねえのかよ。このムーチョやだ。よし。あ、あ、ちょ、ぶん君たちには害は与えない。ちょっと待ってー。ちょっと待ってー。見つけちゃったんじゃないの？あ、消えちゃうの？あ、今の人、どことなくマリオに似てたけど、知り合い？え、知り合いじゃないです。息のせいです。マジか。そうなんだ。ルイージ見つけたら、あれなのね、ウェブカメラ映さなきゃいけないのね。申し訳ない。ルイージが300コイン置いて走って逃げていったぜ。マジか。まあでも、そういうイベントがあるってことをね、初めて知りましたから。まあ、これは、いいなんか教訓になりましたね。じゃああれか、前に一回さ、ルイージ見つけた時あったじゃないですか。イギーの時。じゃあ、あそこも切り取っとけばさ、300コインもらえたとかそういう話なのかね。ボーナスイベントなんですかね。へぇー。じゃあ、まあ、とりあえず順路通り行きましょうか。行きますか。戦うつもりない。全く戦うつもりない。これはまっすぐ。広そうだね、ダンジョン自体。めっちゃ広そう。あ、ちょ、痛い。めっちゃ広そうだなね。しかもなんか若干迷路っぽくなってるのが、だいぶ、辛いね。難しいね。こっち？ここ？あ、ここ違う。はい。あー、なんか迷路っぽくなってて、これ押せたりしないのかな？押したり、いーっしゃー、ミスった！あぶねー。あぶねー。黄色トゲムーチョ。めっちゃいろいろあるのか。いや、危ない、危ない。カメ君にマジで邪魔されて普通に積むかと思った。あぶねえ。結構ギリギリでしたけど。で、ハートがそこにあるので、まあ、それは特に問題なくスルーして。結構、入り組んでますね。うわぁ、ばっ！慎重に行かないとね。さあ、まだ先に特に何もなく、こっち側に入り、こっち側にも何もなく、でかいアイアンジャンプ！どんどんいろんなの出てくるね。あ！お？で？上に行けるの？手前は？あ、手前降りれる。手前降りれたけど、手前降りれたけど、絶対降りない方が良かった。いや、そんなことはない。逆に、この、毒沼を、いや、こっち行こう。次行こう。あ！戻れない！は？は？マジかよ！ちょ、痛い。これ上行くのが大正解なんだけど、上、行けなくなる。あ！こっちが来たのか。大丈夫か。みんな桶に乗ってステージ見に行っちゃった。でも悲しいことに僕は桶だけ足りなかった。僕の桶だけ足りなかった。僕もステージ見たい。桶がないと見れないんです。そうか。頑張れ。無視。頑張るんだ。社会はそんなに甘くないぞ。自分で解決しろ、それぐらい。よし、で？あ、なんか、ファイアフラワーのマークがありますけど。よいしょ。結構叩くの大変。めっちゃ紫だし。めっちゃ色使うし。来た。おー、あ、なんか、あ、え、ちょ、待って、でかいキノコがある。でかいキノコがある。ちょ、アイテム整理します。いや、キノコだけでいいや。オッケー。こっちは、いいや、いらない。使い方が未だに、あんまり、ファイアフラワーでよくわかってない。それはいいんだけど、いいんだけど、戻れなくない？こっち？
うわあああああ、なになになに、それ、なんか来た、やった。じゃなくて、じゃなくて、僕、戻りたい場所があるんですけど。あ、戻れたね。ああ、戻れた。よかった、よかった。無事戻れましたね。回って、行きますと。オッケー、上来まして、パックンがいるから、そのパックンはさすがに倒さなきゃいけなさそう。やるか。パックン初めて？一回やったような気がしないでもないんですけど、ちょっと、記憶に、ないな。まあ、ハンマーで倒しましょう。サクサクっとね。はい。ハンマー2個ぐらいでいいかな。はい。よいしょ。やっちゃえ！いけいけ！エクセレーン！耐えやがった。マジか。よーし、オッケー！今日は割とエクセレントの調子がいいですね。ハンマーエクセレント。お。あ、オッケーだ！オッケーが！上から、コロコロ、あ。ほら、自分で解決しないから。自分でパック倒せばよかったんだよ。ざま見ろだぜ、マジで。厳しい。まあ、どんぶらこ、どんぶらこと、流されていきますか。こっちですかね。ほい。なんかあれですよね、ペーパーマリオシリーズってさ、毎回必ずこうやってなんか、水の上を泳ぐイベント的なのがありますよね。よーし。いやー、僕、兵法だよ。そこに入れてくれ。はい。あ、ここ空いてますよ。あ、ありがとうございます。すいません。じゃあ、ちょっと入りますね。始まる。始まるぞ、ステージショー。あ。おう。おう。ドゥン。おう。おい。おい。まあ、いつだってメロメロさ、むっちり尖らせた唇にやりすぎなパープルシャドウ。え？なに？キャサリン。女心と男心で、ああ、ああ、いつも揺れてる恋心。リボン、フリフリ、かなりギリギリや、卵が出ちゃう、ああ。秘宝男な模様。やっぱホモなんですかね。照明でごまかしてるけど、キャサリンちゃん結構老けたよね。しかも、オスだからね。厳しいな。世間は厳しいな。視察の結果を報告します。感動しました。素晴らしいステージでした。あ、遠くから見てるからね。あんまよくわかんないんで、顔とか。私も急いで体調に感動じゃなかった報告しなければなりません。ステージも私、不遂ればきっと見つかります。頑張ってください。イエローレスキュー隊1番でーす。さよなら。バイバーイ。僕にはよくわからなかったけど、お客さんには受けてたのかな受けてたのかな受けてたのかな。ちょっと調べますか、いろいろ。まああれだろうな、こうなんか二十歳とかになったアイドルに対して劣化だ劣化だ劣化だとかいうやつでしょ。何これ何これ、ステージぶっ壊せ、ぶっ壊、ステージぶっ壊、ぶっ壊。見つけちゃった。例の品見つけちゃったんですけど。あ、これ、そういうか、あれか、つけてたやつか。え、でもここにセーブポイントがあるって、すごい怪しくないっすか。なんでそのまんま、あれ切り取っちゃえばいいじゃないですか。絞ればいいか。ほっできるだけ遠くから絞ればいいじゃないですか。はい。これ、絞れるの？よいしょ。絞る！あれ普通に絞れちゃう？普通に絞れちゃう？あ！ぐえー！どうした？なんか出てきた。ぐげげげぐげげ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 げ
グレギャ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 マジでボスパック出てくるのすごい嬉しいんだけど、何がついてるんだけど、ティーパックボスパックじゃなかった、失礼しました、にわかさらしましたね、にわかさらす、さらさないとかじゃないと思うんですけど全員、みんながみんなボスパックだと思ってるんですけど、多分とりあえずじゃあジャンプハンマーでまず様子見ましょう。はい、まあ、ボス戦、中ボス戦かな。はい、まあ、ジャンプの方が効きそうなイメージありますけどね。あー、マジか、マジか、マジっすか、食われちゃう、食われちゃう、わお。したらじゃあもうハンマーで、ハンマーガン攻めていきます。ただちょっとダメージ量がどれぐらいかわからないので、ちょっと一回キノコで回復して、よいしょ、でデカハン使っていきましょうか。ボスパックンって俺でもあれだけどね、上から叩いてるイメージあるんだけどね、ハンマーなんだね。エクセレーン、全然効かないんだけど、これは何ですか、燃やした方がいいですか。ベロン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 、どうしたらいいんだ、ベロンベロン状態、ベロンベロン状態は何をしたらいいんですか。ファイヤーハンマーとか使う、なんか喋ったりする、喋らない、ちょ、いろいろ使いましょう。ファイヤーハンマー初使用、転がった、あ、わかった、あ、なるほどね、そうですね、そう言われたらそうですねそう言われたらそうじゃないですか、そうか、あ、ちょっと待って、このチャンスをものにしなきゃいけないから、ジャンプ4連とかでもいいかもしれないけど、ジャンプ3連ぐらいにしときますわ。ほい、そうか、そうだちゃんと踏む場所考えろ。でも意外と体力減ってないんですけど、そんなに体力減ってなくない？全然体力減ってないよ。起きるな、起きちゃったタイミングわかんねえよなんだよそのタイミング微妙なフェイントかけやがって。これパウブロックとかだったら、あ、いいもの見つけた、 HP だけ回復して、シャキーン、はっ、お前はもう終わりだ、はっはぁ、やべえ、やばいな、手に負えねえぞ、ちょっと総攻撃仕掛けていくしかねえな、まずいですよ。あー、グレートか、これはね、ガードできるんですよ。で、フラフラ状態になって、ハンマー使って、その次に、レンジャンとかすればいいのかな？かな？から一番、綺麗に入りそう。はい。はい。グレートで転ばして、ドーン。もう一丁？はい、綺麗。いやー、連チャン4連ぐらいでいけるかな？どうかな？ジャンプの方が火力あるかな？微妙そうだな。ういよ。いければ。これで倒したい、できれば。ジャンプはね、喋れないよね集中しないと押せないから。あ、やべ、ミスった。あ、調整したんです。はい、 HP 調整しました。はい、そうあれでも普通になんかボス行って、もうそういう罠やめてじゃあ改めて絞ります、せーの、
ギーグガガガガガガーグホーグギギーオッケー紫のティーポットゲット。お茶会会場に持っていきましょう。んで、あ、泉回復した。マジで泉回復しちゃう感じなの。え、じゃあもうこれクリア、クリアですか、クリアですか。あ、おー、美しい清らかな水が流れてきて、お花も咲いて、美しい景色が広がっていくじゃありませんか。いや、美しい景色の先に、リトルペンキスターもあるじゃないですか。なるほどね。ま、結構探索のしがいもこのステージは割とありそうだし、またいずれ来る可能性も全然ありそうですね。よし、綺麗な水に戻ったよ。花の香りに混じってペンキスターの匂いも漂ってる。よし、じゃあ、散策もする？体力回復しねえじゃないかよ。体力回復しろよ。よし、じゃあ、とりあえずセーブだけとりあえずしといて、あとなんだろうね。なんか多分どこかしらにいくつか、なんか必要そうなものが多分あると思うんで、これさ、この風船俺すっげえ気になるんだけど、気のせい？あ！やっぱりね、周りを見ることって大事なんですよ。どのゲームでも。これ絶対使うでしょ、風船とか。めっちゃ必須、必須アイテムだと思うんだけど、これ。攻略していくにあたって。これね、やっぱね、何のゲームでも実際そうなんですよね。やっぱゲームが上手い人っていうのは、大概ね、こう周りが見れる人か、なんですか、カメラワークが上手い人なんですよね。だいたいこの2パターンにね、集約されてて、こう開かない。あ、なんかいる。あー、ごめん、変なと、あ、余計変なとこ来ちゃった。こっちでいいっすか。こっち行きますか。そういうもんなんですよ。カメラワークが上手い人って必然的にアクションの仕方も楽になる。そういう風にね、偉い人が言ってた。さ、それはいいんですけど、それはそれで別にいいんですけど、これこのままもうゴールしちゃっていいかな？いいっすね。割と時間的にもいい感じの時間かななんて思っちゃったり思わなかったり。ただ、どうしよっかな。そこ入ってかなきゃいけない感じ？自力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 ？この、ここの間をスッと行けちゃったり、するオッケー！リトルペンキスターゲットだぜ。なんだその引っ掛け。それ普通に気づかないやつだと思うんですけど、ハード！ハード！よし、オッケー。じゃあ、ティーポットだけ私に行っちゃいましょうか。せっかくですしね。もう、続きなんで、ちゃちゃちゃっとやっちゃいましょう。うわ、広そうだなぁ。なんだこれ。うわ、しかも二つ突き抜けた。これは次回のパートからまた長くなりそうですか？これ何パーセント？多分70ぐらいしかいってない？センターまだ入ってないもんね、確か。91！ あ、でも言うて91までいってるんですね。よし、じゃああとはティーポット。はい、お届けの品でーす。どうぞー。こちらでね、優雅なね、お紅茶、お茶会を楽しんでいただきたいと思いますのでね。はい。よろしくお願いします。はい、どうぞ。お茶かーい！かわいい。どうした？はぁー！成仏していくー！人間界来んなよ。楽し、嬉しそう。めっちゃ支配に嬉しそう。厄介な客が消えたぜ、みたいな。こうして、6匹のキノピオは、天に召されたのでした。めでたし、めでたし。あー、まだ続きます。もう、もうちょっとだけ続きます。はい。で、これで、ホテルも、いい感じに、こうなんかお化けとかがいなくなったんで、営業再開できますよ、みたいな。6人の青白いお客様も最後、とても幸せな顔で、お帰りになられて安心しました。手にも昇る気持ちってああいう感じなんでしょうね。はい。営業再開ね。頑張ってください。俺の品！なんだ？あ、カードマックスアップありがてえ。これ割とガチでありがてえ。結構最近、詰まってましたからね。よいしょ。ありがとうございました。じゃ、とりあえず、次回のパートに行きたいと思います。また、
明日、バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチしていただきたいと思います。ということで、明日日曜日はいよいよポケモンオーラストゲピーの指振り大会。第6世代で最後の指振り大会ですので、皆さんぜひともご参加ください。参加締め切りは明日の夕方です。お間違いなく。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。